こんにちは、マシです。ご視聴ありがとうございます。本日は兵庫県東播磨にありますため池に来ております。今回こちらの池ではないんですが、こちらのすぐ近くのため池を池干ししているとのことなのでね、そちらに向かいたいと思います。はい、到着しました。こちらが今回池干しされた池ですね。水がね、全然ありません。日頃からメンテナンスと外来種の駆除の方をやっているみたいです。一体どんな生き物がいるんでしょうか。楽しみですね。早速ガサガサしていきたいと思います。はい、また今回もアテンドしてくださいました、わがめ保護会の西堀さんですね。こんにちは。こんにちは。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。トミをやってみたいと思います。はい。おー、でもなんか入ったお、結構いますね。全然開かんかったけどモツゴがモツゴがすごいな、これやば。取れたお魚、モツゴがほとんどなんですけれどもね、中にねブルーギルがこんな感じでちょいちょい混じってるんですよね。モツゴは在来種で、ブルーギルはね特定外来生物なのでね、分別しないといけないんですけどね、これがまためんどくさいですね。そしてその中にもちょいちょい入ってるのが、こちらもね問題の外来種ですね。これウシガエルのオタマジャクシ、特定外来生物です。基本的にモツゴがたくさんいていい環境だとは思うんですけれどもね、中にちょびちょび外来種が混じっております。そして一回り大きい魚、こちらがタモロコですね。田んぼ周辺によく生息しているモロコなのでタモロコと言います。一般の方からしたらこのモツゴとのね違いもねちょっと分かりづらいとは思うんですけどね、れっきとした別種になります。どちらも在来種大量に入りました。トアミがね久しぶりすぎてそんなに開かなかったんですけれども、あれだけ取れたんで正直開かなくてよかったなと思ってます。はい、そしてこちらは安定のスジエビちゃんですね。この子は本当どこにでもいてくれます在来種です。そしてスジエビに紛れて手の長い手長エビくんもね、スジエビほどではないですが生息してくれています。浅瀬で背びれが見えてました。大きい魚、これは外来種の飼育型鯉でございますね。池の上から見る限りでは大きい魚は全部鯉のように見えますね。はい、浅瀬の方にザリガニがいっぱい逃げまとっています逃げ道ないね、簡単に取れるぜ。あれ、ここに見えるのはザリガニちゃんは置いといて、この隣にいるお前はさ、あーいるんだね。はい、ジャンボタニシですね。正式名称スクミリンゴガイ、こちらも外来種ですね。アメリカザリガニとこのスクミリンゴガイはね、池の水全部抜いてもねなかなか数減ってくれないんですよね。ちょっと見えづらいんですけど、泥の中にヨシノボリ発見しました。網には全然入らなかったんですが、狭いところで身を隠しているみたいですね。今ここの中隠れたね。君はなんだい。よいしょ、お目目だけはパッチリわかるね。君はウシガエルの生態ですね。池の水全部抜かれたため池のど真ん中におりましたよ。これからミシシッピを捌くみたいです。こっちがミシシッピアカミガメ、頭の方がこれ鯉ですね。現地で捕まえた魚を現地で調理して食べるっていうね、地産地消をやってます。ミシシッピアカミガメいただきます。あー、肉厚ですね。現地で採れた新鮮ピチピチのミシシッピアカミミガメ、噛めば噛むほど旨味が出てめちゃくちゃ美味しいです。お前アメザリなんかすげえ緑だな。緑色だ背中の色が完全に緑色なんだけど、この背中が青緑のアメリカザリガニなんてなかなか見ないですけど、珍しいやつがいたもんですよ。最後の聖地にアメザリたちがいっぱい退避してますね。ここしかねえもんな。よいしょ、おいザリガニ祭りじゃ。よいしょ、ほい、よいしょ、ほい。在来種がたくさんいてくれる分ね、ありがたいんですけど、網でやっちゃうと他の生き物も混獲しちゃうから、後でめんどくさいんですよね。よいしょ、ザリガニ取り楽しいわ。スル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 ザリガニ取れるもんね、こんな感じで。全員取ってやるからな。あ、ちょっと待って、ここいる。あ、でけえ。ちょっと待って、これはね、ザリガニじゃねえぞ。でけえの来た。泥の奥底に眠ってたね。ウシガエルのでかいやつゲット。背中がね、ザラザラしてるんですよね。すぐわかるんですよ。あ、ここもいるね。ここも、よいしょ、ここもたくさんいるね。そして、よいしょ。これはジャンボタニシか。で、ここの奥。あ、いる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 、でけえのいるぞこれ。よいしょ、あー、こいつもでかいねガッポガッポ、たくさんウシガエルやアメリカザリガニが取れますよ。いしょ、はい、30分でこんだけ取れました。
はい、ということでね、今回の結果発表していきます。まずはこちらですね、飼育型コイ外来種でございます。同じぐらいの大きさのやつがね10匹ぐらい取れました。そしてこれアメリカザリガニですよ。見てください、これとんでもない数ですね。そこまでねいっぱいザリガニが集まっております。こちらはウシガエルですね。ちっちゃい個体から大きいのまでたくさんいます。大きいウシガエル現地で調理されているので本当はもっと数多いですね。そしてこちらブルーギルですね。こちらねジャンボタニシね取れたんですけれども、そんな数多くはなかったですね。はい、こちらドジョウですね。ため池なんで結構いると思ったんですが、ほとんど見られずこの1匹のみでしたね。わあ、生きてるドブガイの仲間ね、誰か取ってくれたみたいです。参加してくださった子がね、こちら立派なウナギですよ。鍋に入ってると料理するみたいな感じになってますけれども、お持ち帰りして飼育されるみたいです。はい、そして最後にこちらね、ミシシッピアカミガメが10匹、クサガメが3匹になります。今回ちょっと僕はねカメ取れなかったんですよね。悔しいです。こちらはワガメ保護の会の方で大きさ等を測ってですねお持ち帰りされるとのことです。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。外来種一部いただいてですね、うちの亀の餌にしていきたいと思います。池の水全部抜く動画もねこれで3回目になるんですけれども、たまにねコメント欄でねちょっと勘違いしてる方がいらっしゃるんですけども、池の水全部抜くのねテレビの影響もあると思うんですが、池干しは外来種駆除のためにするって思ってる方がねたまにいらっしゃいます。もともと池干しはため池の泥を定期的に抜いておかないと、泥が堆積し続けるとね水がたまらなくなってしまうんですよね。で持続的に田んぼをするためには池干しがする必要があってですね、で外来種駆除っていうのは一応そのついででやってるだけなんですよね。一応まあ生き物のためにやっているわけではないっていうことはね、一つ知っておいた方がいいと思います。まあ、池の水全部抜くとね結局在来種もある程度死んでしまうんですよね。ただ日本は古くからこの池干しっていうのをずっとやってきています。だから日本のため池に生息している魚っていうのはある程度この池干しがされる前提で住んでいる生き物もいて、この泥まみれになったり酸欠状態になってもねある程度耐性があります。ただ外来魚に限ってはその耐性がないんですよね。だからブラックバスやブルーギルを駆除するにはもってこいなんですよね。ただ泥の中に逃げるアメリカザリガニやジャンボタニシ、また陸地を逃げるウシガエルなんかはまあ池干ししてもなかなか数減らないんでね、そのあたりはやっぱり人間の手によって少しずつでも数を減らしていく必要があると思います。まあ、ここのため池はある程度外来種駆除をやっているんでね、そこまで外来種の数が多くなかったです。ただこれがね続いていかないとどうしてもまた外来種の数がどんどん増えていきますのでね、ぜひこの辺りのため池は池干しを積極的にやっているみたいです。東播磨県民局の方でイベントの告知をやっているみたいなので、ぜひそちらをチェックしていただければと思います。これからもこういった貝掘りの様子を、ね、撮影していきたいとも思っております。もしよろしかったらチャンネル登録高評価とですねぜひよろしくお願いいたします。励みになります。ということで以上、マシでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。